ラセラ、ラセラ、ワセダ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 、アセダ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 、クセダ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 、ボケて、ボケて、そう、なんで俺ばっかり、もう何にもせえへんまだだ、まだだ、ヤマダ、ヤマダ、電気のヤマダ、すいません、ヤマダ、おぉ何やってるね、サラダ、サラダ、サラダ、あ、面白い、ようやく面白くなってきた。やんのかよ、お前も。いや、何どうしたん、何でおるん。いや、僕、早稲田地元なんです。物いいのサラダくんやんか。サラダやんか、よっしゃサラダやんか。僕、この早稲田でラーメン屋やってるんで。え今、なんか、バイトが、先輩が駅前で滑ってるって。つけてくれたんかほんだけ、ちょっと来たら、やっぱ滑ってはったんで。やばいやばい、ラーメン屋やってんじゃん。はい、ラーメン屋やってます。さあ、なんか最近な、オープンした時だけど、はい、最近どこにあるん。いや、もうすぐそこにちょっと行こう。え、マジで、はい、行こう行こう行こう。違うか、違うか。いいっすか。うん、いいよいいよ。違うかの人や。違うかの人や。え、こっち。あ、松本さん、松本さん、松本さん、違う、違う。え、そこ。違うか。いや、違うかじゃなく違うか。ちょっと、隣のライバル店だったら。ライバル店。これ、ほんま真横にラーメン屋あるやん。これがサラダの店で、こっちがもうすぐ横にあるからね、ラーメン屋。隣に。隣に。味はかぶってないの？あ、かぶってないですけど、デリケートな問題だよね。そうやな。なかなかの。ほら。あ、すごい。すごい、立派な店、建ててもうて。建ててもうて。よかったな。ありがとうございます。もう。芸人はどうすんの。いやいや、続きます。副業ですから。あ、ごめんごめん、なんそうか。はい。俺辞めたと思って。いや、辞めてないです。これええやん。人形。はい。すごい。何これ。これ、相方が作ってくれる。優しい相方やな。器用やもんね。もうまいもんな、あいつ。はい、そうなんですよ。めっちゃうまいやん。今日、いや、これ立派な店ですね、サラダ君。ありがとうございます。店で作ってもうたな。いや、作ってもうた。なんか、さっきから僕、アホボン扱いするね。店立ってもうたな、とか。こんなのサイン。ありがとうございます。めっちゃうまい。めっちゃあるやん。芸人さんばっかり。そうですね。まあ、歌手の方とかもいらっしゃる。ビジュアル系バンドのビストリップさんと。誰やねん。誰やねん。すごい。いや、ええで、別に俺はそのサイン書くけどさ、わざわざ飾らんでええでさ、別に。いや、ええで、やめて、まだ頼んでない。まあまあまあ、お願いします。なんでそんな話いやいやいや。いや、でも、ボンさんも。あ、ほんま来てるやん。実は。俺来てたわ。来てたわ、俺。そう、どれやろ、ボン。あそこ。あ、ボンね。ボンさん一回来てはるのに、初めて来たテンションで喋って。すごいプロ、すごい先輩ってすごいなって。言うな言うな言うな、恥ずかしいやつ。いや、テレビとか映像でこうやって作っていくんやなっていう。そんなこと言うの？すごいと思いました。いや、違う。言うんだよ、これは。作ってるとこも撮らせてもらってもいい？あ、湯切り、湯切りしてるとこ見させて。はい、はい、はい。サラダがやってるの見たよ。あ、じゃあ西川君、お願いします。はい。ちょっとおもろいな。この手間は俺。湯切り入ります。はい、行きます。ありがとうございました。いいね。ありがとうございます。いいじゃない。万歳の時より綺麗やな。いいよ。万歳の時より綺麗やな。いや、嬉しいような悲しいようなんですよ。ちょっと隣慣れない。もう言うけどさ、ちょっと隣慣れない。なんでこんな近いの。あ、そうだよ。おはようございます。ゴールデンボーイズのウソです。よろしくお願いします。ゴールデンボーイズの、はい、今千葉県住みます芸人でやってます。皆さん、こんにちは。俺、一個あったのか。いや、わかんない。千葉県の形になってるってギャグです。僕、ウソさんにお世話になってました。ないものねだりの山崎くん。誰やねん。知らんし、名前おもろいな。ないものねだりって一度お会いしたことあるんですけど、アルバイト先で居酒屋で。俺もバイトしてた。いや、いや、いや、僕が働いてて。西川来たの。はい、来られたことあります。いや、本当作家さんとか後輩。じゃあまずラーメンから行こうか。はい。僕も一人。いや、伸びてるね。まっちゃんのせいで伸びてるね。俺のせいで言うなね。ボン、初めて食うやろ、今日。ボン、初めて食うやろ。なあ、おろす。初めて食うやろ。いや、うまっ。やってるやん。食べたことある。あれ、家系やな、あっさりしてる。そう。うまっ。言うてたやん。うまっ。
油そばは、まだ行こうか、初めて、ほんまに。いただきます。こってりしてる。あ、そうなんです。油そばってこんなにこってりしてる。うまい。あ、おいしい、いただきました。ありがとうございます。何これ、こんなんあるの。いや、ほんまにおいしい。お前この店でさ、はい、お客さんに違うかやってとか言われへんの。いや、あります。そういう時のやつやっていいですか。あ、あんねや、あんねや。あ、やってよって言われる。はい、どうもお待たせしました。カレーライスです。違うか。めっちゃいいわ。ライスです。ライスです。店員さんがちょっと言う。キヨシの代わりやってくれる。これ始めなかったんですけど、あのバイトの子がサラダさん違うかって言った後ちょっと空気止まっちゃうんで、あのナイスギャグですって言っていいですか。優しさですね。めっちゃいいやん。助かっております。これおもろいな。楽しい店、お客さんも来てるな。楽しめる。おもろいね。行ったことあんねん俺。油そば、びっくりするほど濃いし、季節するぐらいうまい。うまこれ、ほんまにうまいやん。ありがとうございます。ナイスギャグです。あ、言うてくれんねや。優しいな、みんな優しい。みんなバイト代もらってるからな。あ、それ込みなの。当たり前やろ。オープンしてどれぐらい。オープンしてちょうど今日で1ヶ月。おめでとう。ありがとうございます。なんでやろうみたいな。ラーメン、いや、あのラーメンめちゃくちゃ好きで、はい、友達とあのラーメン家で作って遊んでたんですよ。こんな遊びしてる。ずっと。ほんで、うわ、うまいのできた、これいけるでみたいな感じで、すごい。で、やろうやろうみたいな。ここすごい家の近くで。めっちゃええやん。ちょうど空いてたんで、やらしてもらう。めっちゃいい場所やし。あ、すごい。駅もすぐやし。あ、そうなんですよ。油そばはね、これはこれで。私は男の人が好きなんだ。はい。すごい、好きやもん。お前、大学生って感じ。うん。がっつりこういうの食いる。これ食ったら。絶対ケツゲこういう人と好きだと思う。あの本当にできにしました。マジでやってもらうと、あの飲食店っていうのを動かしすぎなの。後輩にガチで怒られてる。聞くね、サラダ君がラーメンやってるって聞くねけど、はい、家系ラーメンしか聞くんから、あ、これ見たらめっちゃうまそうに見えたから。うまそう、うまいよ。ラーメンの写真あるやつとか。これ俺理由ってラーメンのスープのアメちゃん作れって言うの。いや、需要ないですよ。駅前で配れって。そうですか。お弁当に入ってくるのは魚の醤油差しやれやん、はい、あれにスープ入れて配れって。いやいやいや、マシキを配れ。これうまいね、行きたいな。お前やあれじゃないよ。なあ、よく修学旅行でお疲れした氷炭でなあ、うまかった。うまかったわー。いやー、ほんまに早稲田に来るならですね、うまいね、この違うか、家系ラーメン食べてください。お願いします。早稲田サラダのお店前なんだよ。お前普通の従業員やないか。お前大きい声出しすぎた。目の前でちょっとやる。早稲田ほんまできんなんだよ。